こんばんは。こんばんは。画面暗いな。ちょっと固まる。ちょっと固まります。画面暗かったから直してきました。ほずみさん、アイスありがとうございます。こんばんは。レッスンへ行ってきました。6時間、ヘトヘトです。そして部屋が29度もあるからヘトヘトです。 29.4 度、暑い。ヤスルパンさん、アイスギフトありがとうございます。 29.4 度です。今扇風機もクーラーもつけました。ミシミシ言ってるわ扇風機が。ミキヤくん、アイスありがとうございます。ミシミシ言ってるんだけど、よいしょ。マッツさん、ありがとうございます。ユキさん、ありがとうございます。治った。あれ、私のアロエヨーグルト、私のアロエヨーグルトどこ。コナンさん、アイスありがとうございます。あった、私のアロエヨーグルト。こんにちは。ヨーグルトアイスじゃないかいって感じ。アイスね。アイスアイス、実質アイスです。カップに入ってるから。アロエヨーグルト、ヨーグルト派です。ヨーグルトない？なんかね、アロエヨーグルト食べたい気分だったんですよ。そう、実質アイスです。いただきます。ヨーグルト、おいしい。アロエヨーグルトな気分だったんです、コンビニへ行ったら。めっちゃ美味しい、アロエ。もうヘトヘトです。私はアロエ。あれ買えばよかったな、今日の足休めるやつ。足のあれ。え、もののけ姫見てたよ。私もさっきまで。おてもちゃん、アイスありがとうございます。そう、休息みたいな足のクールなやつ、あれ買えばよかったな、コンビニ行ったのに。忘れてた。やすべさん、アイスありがとうございます。ソフトクリーム、
オブジェ。ソフトクリーム。ミニストップしたい。さっきまでね、もののけ姫を見てたんですよ。ギリギリまで。美味しいアロエヨーグルト。ソフトクリーム。ソフトクリーム。もののけ。金曜どうでしょう。これもアイスがねあるらしいの。いいねアイスもこれの。そう今日2回目。実写版もののけ姫むず。なんか生物出てくるじゃん、いろんな。むず。そう、2回目だよ。食べきった。終わり。早終わるの。足りへんわ、ほんま。やすべえさん、モップさん、アイスありがとうございます。早いわ。アイスね、アロエ、アロエもうちょい食べたい。やすべえさん、アイスありがとうございます。猫さん、ありがとうございます。アロエね、実家はアロエ育ててたんですよ。なんかアロエ育ててるとこ多いよね、田舎って。猫さん、アイスありがとうございます。なんか昔の人とか結構育ててるイメージけど、なんか食べる用じゃなくて、なんか薬として、なんか塗り薬とか。そうそうそう、やけどに塗ったり。そう、鳴沢さん、アイスありがとうございます。歌松さん、やスルパンさん、ありがとうございます。意外となんか、そう、田舎の畑とか、そう、あったらアロエ育ててる。島次郎さん、ありがとうございます。ダースさん、ありがとうございます。あ、実家にある、めっちゃみんな実家あるやんね。実家にもあるし、ばあちゃん家にもあります。食用じゃないですね、食べた記憶はない。多分食用じゃない。なんかしかも腐らんけんさ、ずっと生やしとったら、生やしとったら育つんですよ、勝手に。ほうめさん、ありがとうございます。普通にほっといたら成長するんですよ、普通に。そう、食べるようじゃない。畑の隅にあったね、一緒。ミキヤくん、食べてありがとうございます。いや、薬として使ったことないですね。でもなんか薬で使うって聞いたことある。母からあのアロエ食べれるよってきた。え、どうやって切るってこと。食べたことはない。
うん。でも痛そうな、痛そうじゃん。痛いよね。あの生のさ、自然にさ生えてるアロエって。めっちゃ痛い。食べてない食べてない。アロエ食べてたらわかるじゃん、さすがに。食べてないですよ。食べれるらしいけど食べてないです。アロエの食感好きね。なんとも言えないあの食感。クリマンチ。今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。金曜日終わりましたね。週末だよ。ヤマトさん、アイスありがとうございます。ね、ツアーまであと1週間ぐらい。そう。10日が、10日ぐらい、9日です。レッスン大変でしたね。長かった。こんばんは。私は今洗濯物を回しています。洗濯機が頑張れてくれてる。洗濯機の音が聞こえる。いや洗濯機オツですって。洗濯機私は今頃洗濯機が止まったぐらい。お、同じぐらいじゃん。干すの？ミキヤくん、アイスありがとうございます。好きな家事、好きな家事、まあ洗濯を回すのは好きですよ。洗濯を回すこと、洗濯機にゴールドを入れること、ボタンを押すこと。ヤスレパンさん、ギフトありがとうございます。そう、ボールドです。あ、しかも1個投げて入れるだけでいいやつ。柔軟剤も全部入ってるやつ。じゃけめっちゃ楽なんです。1個取って1個入れるだけです。楽しいですよ。なんか塊みたいな
ジェルボールみたいなやつ、それを1個ポーンと入れるだけなんで楽です。え、干すのが大変、畳むとかよりも干すの大変すぎる。ん？石丸さん、アイスありがとうございます。洗濯時間は自分で調節、ああ自動ですね、自動です。スタートって言ってやってるから自動だ。こんばんは。干すの大変なんだよね。もののけ姫もうすぐ終わると思ってたらあと1時間。え、長ない？え、そんなに長いの？もののけ姫って。え、畳む方が楽じゃない？干すの方が大変。もののけ姫長いね。9時からでしょ。2時間半ぐらい CM があるけんか。 CM がたくさん入っとるってことか。乾燥機いいな。乾燥機ないんですよ。そう、乾燥機マジ便利だよね。まあ欲しいとは思うけど。こんばんは。浴室乾燥はあるけど、浴室乾燥も結局干さんといかんけんさ、そういったらストボスはって感じ。いや欲しいとは思わない別に。そういうのはコインランドリー、乾燥だけ、コインランドリー。坂道 FC さん、アイスありがとうございます。食べてギフト。欲しいものあんまりなくないって。まああんまりないですよ。わかんない、もう買い揃えたから全部。欲しいものはないです。コインランドリー、コインランドリー20分で乾くんかな。いつも30分しよるけど、どうなんだ。アイスランキング、え、物欲は多分めっちゃあると思うよ。買ってるんだよね。なんか量による、普通のなんか一人暮らし用の1回分の洗濯機の量だったら20分で乾くかな。え、100円で30分？え、安くない？え、広島はね10分100円なんですよ。そう、20分で乾かんかなと思って30分かけるけど、20でもいけるんかな。一回20でやってみて触って乾いてなかったら追加したらいいんか。ね、一回20でやって、そうですね、
え、10分では乾かんでしょ絶対。でも最近布団もね、布団も家で洗って乾燥早く着たいから乾燥を持って行ったんですよ、コインランドリーに。布団干したらさ、もう半日くらいかかるから乾くのに。けど早く乾いて早く寝たいから、布団がないと横になれないから、コインランドリーに持って行ったんですよ、乾燥を。乾燥だけ。あれさ、中何も入ってないと思ってもさ、コインランドリー何も入ってないことを確認して入れたんですよね。入ってないと思ってポケットにとかじゃなくて乾燥機の中に。杉浦さん、アイスありがとうございます。乾燥機開けて何も入ってないなと思って布団を入れたんですよ。そう、手前にかけるという時あるの。そうで、普通に30分経ってできたから布団を取ったんです。そしたらカランって音がしたから、えって思って、そう、乾燥機の中を見たらライターがあったんですよ。怖くない？ライター、乾燥機の中に、え、危なくないと思って、めっちゃ。え、で乾燥機終わった瞬間にライターあったから、え、これ触っても大丈夫かなと思って、そう、触って忘れ物ボックスに入れたんですよ。でも私20分ライターと一緒に乾燥を回してたんですよ。怖くない？で次の人さ困るから触ってもいいんかなと思いながら触って入れたんです、ボックスに。そう、ライターあると思ってびっくりした。手で触ってええんかなと思いながら、でも全然大丈夫だったね。ちょっと勇気出して触りました、乾燥機終わった瞬間のライター乾燥機30分やった後のライター。それな、触った瞬間爆発しそうやん。でもまあそれはその忘れた人の責任やし、まあ大丈夫かなと思って大丈夫だった。坂道 FC さん、アイスありがとうございます。だから手前の方もちゃんと確認せんと、なんかね、手前の見えないところに物があったりするんだなと思って、ちゃんと覗き込んでちゃんと見ないと危ないと思った。そう、プラスチックの100円ライター、多分安そうなやつ。靴下張り付いたことあるね。え、あるある。自分大学生の頃コインランドリーで乾燥機させて全部取ったと思ったのに手前に靴下残ってたこととかあった。手突っ込んだら気づくけどさ、あれ乾燥終わった後めっちゃ熱いんよね。やけどするかと思った一回、手突っ込んだら爆発しなかったの、奇跡的。え、怖いよね、罠かな。マジびっくりした、何が入っとんって思ったらさ、ライターが乾燥機かれてくるからさ、えっと思って、何だかと思った。多分誰かのポケットに入ってたんでしょうね。うん、誰かのポケットに入ったまんま、ほんこわ。クリーニングない。多分普通にズボンのポケットとかに入れとったやつが落ちとったんやないね。でも乾燥機の中ってことは洗濯もやってるよね、そのライター。それな、もう触った瞬間爆発するかなとか思いながら触ったもん。大丈夫だった服部さん、ソフトクリームありがとうございます。いや、暑いですね、終わった後は。
N クールが燃えてホットになったらたまったものじゃないってね、弁償してもらわんというか N クール。あ、終了。何、洗濯機ね、多分乾燥機の中に忘れてるってことは一回洗濯もしてるんだと思うね、ライターを。だから一回洗濯済みのライターだと思う。2回乾燥したってことよね、その持ってた本人の分の乾燥分と私の乾燥分で2回乾燥させたライターです。1回洗って2回乾燥させたね、めちゃくちゃですね。ね、マジ危ない。それな、もうこれからちゃんと確認せんといかんと思った。丈夫なライター、なんかでも透明なやつやったよ。ゆきりかも何か忘れてたりって。私でも布団1枚しか持っていってないけんさ、忘れてないよね、忘れようがないよね。敷きパッド1枚ですから、敷きパッド1枚しか持っていってないから、それ忘れるしかない。服部さん、アイスありがとうございます。そう、布団1枚だけ。布団洗ったらさ、待ってる時間さ、その布団に入れないっていうあれがあるから、もう早く乾かしたいから、コインランドリー、こんばんは。コンビニで買い物をして買ったものをレジに忘れる？そんなことない。乾燥機に靴下忘れたことない。あ、こんな手前に靴下残ってたんかと思ったことはあるけど、忘れたことはない。忘れそうになったことはあるけど、布団恋しいです。 N クール洗ってます？えらいね。コインランドリーに持っとけば30分で乾くんですよ。そしてすぐ使える。何キロぐらいかは分かんない、分からん。一人暮らし用ですね、多分。こんばんは。夜にコインランドリー行くと虫がいる？マジ？そう、様様。もう早く、もう明日いる服を洗わなきゃとかね、乾かす。便利。無視しましょうって。日干し派ね、日干しがね一番いいんだけどさ、大変じゃん。日干し、日干し、日干し。日干しです。日干し様、日干し様。この時期ぐらいから自販機の出口に手を入れるのドキドキする。そうよね、カエル自販機好きだから注意です。
タイルゴルケンね、田舎の自販機。好き。冷たいけんかな。そう、マジカエルおるけん。ダメです。しかもなんか夜暗いけんさ、夜自販機行くとき、携帯のライトつけたらそれに寄ってくるんですよ、なんか虫たちが。ライトに携帯の。なんか夜外で。携帯触ってたら携帯にピッて飛んできたりするんよ、ゴキブリとか。携帯の画面にピシって。マジ田舎あるある。やけん携帯もあんまりねつけれん。画面向かってくるけんね。ゴキブリとかはそういう系のが来るんですよ。し、なんか自販機くらい小銭が見えんとか思って携帯のライトつけたらマジで寄ってくる、本当に。もう虫たちがダメです。だからライトはなるべくつけないようにしないと。携帯の画面に来るから本当に虫が。困ったわー。さっき皿洗いしたら鉢室内に出てきて20分にらみ合いして灰叩きで叩きました。鉢叩いたの？すごいね。鉢を叩いて潰したんですか？そう、なんか携帯のライト好きなんじゃない？しかもなんか携帯マジか。光も好きだし、携帯のライトも好き。携帯の画面。こんばんは。むしむし。携帯とは限らん。まあそうやけど、なんかでも携帯の画面好きなんですよ絶対。昔携帯の画面に虫めっちゃ集まってきたもんね。携帯のライト独特の。電気とかにも来るけど、それよりも携帯がなんか好き。部屋です。ね、だから部屋とかに虫が出たら携帯のライトをつけてたら来ます。近くに捕まえる。確保できます。ポンタローさん食べてギフトありがとうございます。そう、携帯好き。カブトムシ、カブトムシ、カブトムシ。なんかペットショップ屋さんにカブトムシガチャってあるじゃないですか。昔から、昔ながらの。カブトムシ昔からある。え、ない？逆にカブトムシの幼虫とかもらえるんですよ。え、いい、あの当たりだったら強い大きいやつ。そうで、下の方の小やったら普通の幼虫とか
そう、 A 賞はあのなんか高級なカブトムシ、強いやつ、大きい。でも E とか E 賞とかやったらなんか幼虫とか小さいやつ、そう、クワガタのくじあるんですよ昔から。けど昔のもう3倍ぐらいの値上がりをしてて、この前見たら、あ、高くなってるよと思った。少ないけんさ、取れる量が。前は500円とかやったけど1500円とか。今カブトムシガチャ、そう、ペットショップにあるんですよ。でも昔はカブトムシとか家にいたんです。ゼリーあげてた、カブトムシのゼリー。なぜそんなに詳しい？だってあるもん、愛媛にカブトムシのガチャ。カブトムシとか昔買ってたね。世話は弟とお父さんです。弟のなんで、弟もちゃんと世話してたよ。ちゃんとお家作って、なんか売ってるなんか茶色い砂みたいななんか敷いてね、木とか入れて、ゼリーが立てる木とか、ゼリー置ける木、ゼリーとかスイカとかね、スイカあげてた、スイカ、ゼリーとかスイカとかあげてた。カブちゃんです、カブトムシのカブちゃん。こんばんは。子供は生まれてないかも、全部オスかもしれん。カブキチじゃないよ、そのカメ。なるまるまんさん、アイスありがとうございます。カブちゃんオスなんじゃない、わかんないや。カブトムシのカブちゃんです。角あった、カブちゃん。でももう今はいません。ミキヤくん、アイスありがとうございます。角あったよ普通に。じゃあオス、多分オスでしょうね。ヤスルパンさん、アイスありがとうございます。飛んでこない。でもたまになんか普通に野生にいるよね、カブトムシ系の。なんか野生で見たことある、野生の。普通になんか、でも意外と真剣になんかね、庭の木とか探したらいるかもしれない。愛媛自然豊か、真剣に探したら多分おる気する。山とか全然いるよ。野生のカブトムシ飛んできたら怖いよね。普通にさ、のんきにさ歩きよったらさ、カブトムシ飛んできたら怖くない？ピタッとかやって、はあって、やだ、やです。ね、普通にいるからね、愛媛カブトムシね、払え、触りたくないけどさ、あーってなる。飛んでいくかな、そんなんして顔に来そうやな。ね、触りたくないじゃん、こうやって。やけん、こうやってうわーってなるけど、こっち来そう。全力で、全力でもう動くしかないね。全力でもう暴れる、飛んでくまで。
飛んでくまでも暴れまぐります。とうとう私の誕生日が今日来てしまいました。あら、おめでとうございます。お誕生日、あ、今日なの？へえ、おめでとうございます。おめおめ、もうあと1時間もないじゃん。おめでとうございます。もののけ姫見ながら見ています。いいね、もののけ姫見ながら。私も見てたよ、さっきまで。23時7分何時に終わろう。23時半頃終わろう。洗濯干すの忘れんようにせんと。あと1週間で自分の誕生日ですって。誕生日多いね今の時期。やあやあやっほーい。そう、アイスはチャレンジから無料のギフトありますので、無料のギフトもらってきてください。4ヶ月、あ、1時間後、1週間後じゃなくて1時間後、明日。こんばんは。髪いいなって、なんか下の方が茶色くなってる。いたんたんかな、色素が抜けたんかな。3900円、え、安ない、髪の毛。こんばんは。色素、なんか毎日さアイロンとかさしてたり、ヘアアイロンとかしてたらさ、髪の毛が傷んで茶色になったりするじゃん。ドライヤーとか熱を与え続けてたら、なんか色が、え、上の方は黒なんですけど、もうこの辺は傷んでますね多分。色が違いますね。そう、ドライヤーとかあの高温のさアイロンとかめっちゃやってたら色変わるんよ髪の毛。毎日アイロンしてる。日に当たりすぎても茶色くなるね、あるある。よう知ってますね、体験ないはずなのに。そう、ドライヤーの熱もあんまり良くないらしい。顔の前に残る。そう、なくなる方が先。そんなこと言わんといてっていつも喜ぶのに。今日出張で芋狩りに行けるんだけど、今から行けるスポット、
今から行けるスポット夜に、それとも明日夜。夜の今治なんて何もないよね夜の今治マジ何もないよ。あ、でもそのしまなみ海道のライトアップとか、ライトアップされてたら綺麗だけどね。しまなみ海道の夜景、そうやね、温泉いいね。駅の近くに温泉あるから、今治駅温泉あそこすごいよ。中に飲食店もあるし、めちゃめちゃ広いんです。24時間かな、あの温泉めっちゃ広いよ。中になんかご飯食べるところもあるし、売店もあるし、休むところもあるし、本を読んで時間潰せるところ、休憩所みたいなのもあるし、めっちゃ広い温泉なんですよ。行ったことないけどそう、何時までなんだろう、0時まで。あーもうギリギリやな。じゃない、深夜。はい、そう、キスケの湯行ったことないですけど、なんかめっちゃ楽しいところなんです。行ったことないけど、行ったことないけどめっちゃ楽しいところなんですよ。遊ぶとこもあるし、そうやね、マクドナルドとかなら空いてるよ。え、でも楽しいと思うよ、キスケのお湯。ちゃんとした温泉だし、愛媛って温泉結構しっかりしてるんですよ。道後温泉以外もたくさんあるんですけど、めっちゃしっかりしてて、そう、あの他の温泉行ったことあるんですけど、露天風呂もあったり、なんかいろんな効果がある温泉、電気風呂とかいろんな、いろんなあるんです。キスケの湯はちゃんと定食屋さんもあるし、その休める漫画スポットみたいなのもあるし、軽い売店もありますし、そう、行ったことないけど、あのでも定食屋さんは行ったことあるけどね、温泉はない、温泉の方はない、外から入れる定食屋さんしかないけど、楽しいよ普通に。しかも駅から徒歩5分ぐらい。初のプレゼントを贈ろうと思います。お、嬉しい。なんだろう、初、え、私によね。駅から近いです。徒歩5分もかからんかも、3分ぐらい、3分30秒ぐらい。そう、さっき松山で遊んで、まあそれなら道後行けって感じだよね、松山で遊んで。駅近なんで、坂道 FC さん、アイスありがとうございます。宇和島城行くの？めっちゃ遠いよ、今治おるんやったら。宇和島って、え、超遠いで。坂道 FC さんありがとうございます。春夢さんありがとうございます。宇和島は遠いよ。そうね、車とかないと結構不便ですね。松山城じゃダメだな、松山城とか宇和島城にこだわる。松山城でも今治城でも松山城がいいんじゃない？結構栄えてる。今治城外から眺めても綺麗よ。あれ周りがさ、なんか囲まれてるんよね、川。
海川ライトアップされてると思う。そう、終わり。ひょこにいさん、アイスありがとうございます。ライトアップやってないの？やってるんかな、わかんないな。やってるイメージもあるけどね、お城ライトアップ。今治は造船が盛ん。そうだね、でも造船はね遊びに行くとこではないから。まさぴょんさん、タコありがとうございます。眠、珍しく眠めです。パンパンパン。眠眠眠眠眠。深夜にやってるとこなんてないよ。居酒屋とかもないんじゃない？そう、造船有名だけどね、観光スポットって感じじゃない。でも広島でもさ、深夜遊ぶとこないよ。どこでもないよ、それはもう。広島もラフワン、あ、そんなんでいいの？そんな全国にあるような。造船用のクレーンめっちゃあるよね、橋渡る時とかに見える。ボーリング、そう、夜の観光地。今治からもう動いてないよ。こんばんは。もう動いてない、こんな遅い時間ない、終電早いです。あ、山賊でも、山賊ってもう山賊でもさ、そんな空いてないんじゃない？え、終電早いよマジ。10時半とかですよ多分。10時とかです、一番遅くて。だからあんまり飲めないっていうね。9時10時ですよ。バスなんかもっと早い。特急も動いてないと思うよ。だってもうこんな時間だよ。田舎の特急なんて動いてないでしょ。こんばんは。ね、私しかも電車全部把握してないから、ちなみに。でもないと思うよ、普通に。ない気する。22時57が最終か、じゃないですね。もう23時超えたらもうないですよ、バスとか電車とか。普通に23時超えたらない。ないです。愛媛の23時は夜中なんで。都会の人からはさ、23時なんてまだ全然だと思うけど、東京の終電とか0時半とかまであるイメージ。もう愛媛からしたら23時なんて夜中なんで。
誰も移動しないです。夜中夜中、うーん、23時とかもう家でベッドに入ってるからね。愛媛いたら、いやいや、そう、お風呂も入ってる。お風呂8時頃入る。緑の窓口やってないよ。そうなある？てか知らないよ、駅そんな使わんし。閉まってるよ絶対。めっちゃ早いよ、今治駅のバス停の待ち受けの、待ち受けじゃない、何あれ、待ち切符取るなんかやつ、7時ぐらいまでです。5時とかバスの切符売り場、5時か、この前見た、2時から5時までとか、昼の部5時までとかなんですよ、あの人間が販売してくれてるバスのチケット売り場、5時まで、そうなんかとかなんです。5時か7時、5時ぐらいとかな、マジ早い。だからもうそれ以降乗りたい人は現金でみたいな、券買うんじゃなくて。バスのチケットはもう本当にもう5時とかまでしか買えないから、その販売機買えんかったらもう現金で乗るみたいな、現金で乗ってくださいって書かれてある。春夢さんアイスありがとうございます。そう、券も予約せんくても現金で乗れるんで、現金でみたいなの書いてる。詳しいですよ、この前見たんですよ。いつもやってないなと思って。始発は6時くらいですよ多分、乗ったことないけど6時とかなんじゃない、7時とか。てか普通に広島でも4時の始発とかないですよ。そんな広島ですら始発6時とか5時50分とか、4時はないんじゃない。どんな都会に住んでるの普段。4時とか路面電車もバスもないよ。東京は逆にあるの？4時、東京の電車は4時から。へー、あるんだ東京4時の電車。あ、そうなんだ。じゃあ終電逃しても3時間ぐらい待てば始発に乗れるってこと？じゃああんまりあれですね、落ち込む必要ないんですね。1時ぐらいにさ終電逃しても3時間潰せば。確かにね、一軒ご飯食べてたら潰せそうな時間。めっちゃいいやん。愛媛とか終電逃したら7時間8時間待たんといかんですよ。めっちゃいいやん、ね、ネットカフェ。いや、いや。
7時間ね、もう朝からとかいかんというか、朝からオッケー。で、ホゲナさん、ソフトクリームありがとうございます。朝じゃないか、深夜か、深夜からオッケー。0時から7時ぐらいのカラオケ。宇品港での野宿したの、始発まで大変だね。そんなこんなでそろそろ1時間経ったので配信も終わります。野宿はやったことないな。まあそりゃそうかないわな。ってことで男女読みます。朝からだけじゃない、朝からオッケー。そうなってくるね、ないですわ、野宿したことないです。野宿ね、でもウォーキングとかしてたら朝になりそうやけどね、普通に。明日は昼は、あーそうですね、そうやね、昼ぐらい、昼はないけど夕方前にするかも。明日もお仕事なので昼はないです。明日も暑いですよ、頑張ってください。頑張ろう。ではランキング読みます。13位服部さん、12位豚松さん、11位コーヒーさん、10位まさぴょんさん、9位理化学研究所さん、8位ボンレスハム太郎さん、7位ハルユメさん、6位モップさん、5位タックン、4位ポンタロウさん、3位ヤスウェイさん、2位ヤスルパンさん、1位坂道 FC さん、ありがとうございましたね。早く寝れると思う、さすがにこんだけ動いたんだもん。おやすみのなぎほっぺ。今日寝れなかったらもうそれはおかしいです。ということでおやすみなさいませ。おやー、おやすみ。アイスありがとうございます。おやー。